仕事で上海に行って時間がないけどディズニーのお土産だけでも買いたい上海ディズニーランドに行ったけど買い忘れたお土産があるそんな人のために今回は上海ディズニーランドに入場せずにお土産だけ買う方法をお知らせします動画の最後にはお得な情報もあるのでぜひ最後までご覧くださいここは地下鉄11号線ディズニー駅の一番出口を出てすぐのところです右側に進むとディズニーランドに入場することができます ここまでの行き方や入場の仕方などは別の動画で解説しています。今回お土産だけ買う場合は駅を出て左に進みます。実は右側に進んでもいいのですが見ての通りほとんどの人が入場するために右に向かっています。ディズニーの雰囲気を楽しみたい方は右でもいいですが曜日や時間によっては大変混雑するので左からゆっくり行きましょう。左側には大きな湖が見えます。これはしんゆえん 湖の向こう側には新遊園公園が広がっています。真ん中は見慣れない文字ですが、願うという字です。星に願いを。ディズニーにぴったりの名前ですね。この新遊園小沿いを5分ほど歩くのですが、奥に何やら見覚えのあるものが。実は今回の目印でもあります。小さくてよくわかりにくいですが、これは巨大なドナルド。地図にも表記されていて、中国語ではこのように表します。トウロウ ドナルドって気づきにくいですね巨大ドナルドまでたどり着いたらもうすぐですお土産を買うには右側に進みますちょうどドナルドの視線の先に見えるのが今回の目的地ディズニー世界商店ワールドディズニーストアです営業時間は9時から22時まで入ってすぐの様子を少しだけ紹介しますとても広い売り場にたくさんのグッズ見るだけでもワクワクしますそれもそのはず このストアは世界最大級の売り場で2000種類以上のグッズを取り扱っているそうです。日本や他の国のディズニーストアでも売っているものなどは少し高いという感想も見かけました。そういった点からも、上海ディズニー限定商品がおすすめです。別の動画で私が買った上海ディズニーランドらしさあふれるお土産を紹介しています。最後にお得な情報。購入金額によってはおまけをつけてもらえることが多いようです。 おまけを選ぶことはできませんでしたが、今回2700円ほどの買い物をしたら、90円ほどのおまけを4つもらいました。おまけの詳しいルールは確認できていませんが、前回行った時もおまけがもらえたので、そういったサービスはあると思います。というわけで今回は、上海ディズニーでお土産だけを買う方法をご紹介しました。もちろんこのストアはディズニーランドを楽しんだ後にも入ることができます。時間がない方、買い忘れたものがある方も後悔のない旅になることを願っています。 それでは皆さんの旅のおともに「d ラボチャンネル」でした。